ターナット・ロー君・ラ・ソム・バットは、リーという愛称で知られる、大の俳優。GMMTV の制作した、U ・プリンスシリーズのサーベイ役、または、シークレット・セブンでのプレイ役、および、マイディア・ルーザー、モンスター・ロマンスのポン役を演じたことで知られる。1993年1月18日に、大のバンコクで生まれた。生まれた時の名前はチャラポンであったが、その後パチャラに、 さらに現在のタナットに改名している。スワンクラープイッタヤライランシット校で、中等教育を卒業。シーナカリン・ウィローと、大学ソーシャルコミュニケーションイノベーション学部で、マネジメントコミュニケーションの学士号を取得後、同大学の芸術学部でデザインを専攻し、美術の修士号を取得している。二千十七年に、ファインディング・ユー・プリンス・プロジェクトの受賞者の一人に選ばれ、ユー、 プリンスシリーズ、バッドリーポリティクスにて主役を演じたことで、本格的に俳優としてのキャリアをスタートさせた。同年、クレオ・タイランド S50 モースとエリジブル・バチェラーズ・オブ2017に参加し、最も魅力的な仕草の男性として優勝している。シークレット・セブンでプレイ役を演じ、続いて、マイ・リアルーザー、モンスター・ロマンス、ウェイク、アップ・レディース・ザ・シリーズ、フレンドゾーンなど、 その他にものいくつかのテレビドラマシリーズに参加している。2018年より GMMTV が企画したバンドプロジェクトザ・グランドサンズにリードギターとして参加しており、2020年11月21日、22日にタイで開催される大規模イベントファントピアに2021年1月にはチャンネル7の番組ゲスマイエージに出演した。ありがとうございます。